近藤、食堂多方っマニ島議表門庭園鎮守に言う高野、明神社本殿金剛寺は、大阪府河内長野市にある神言、総王室派の大本山の寺院。三号は、天の山。高野山が、女人禁制だったのに対して、女性も参拝ができたため、女人、高野とも呼ばれる。奥河内の観光地の一つ。南北朝時代には、 南朝の最重要拠点の一つとして、数用の地位にあった。延元元年、県武3年10月1日には、五代醐天皇によって、直元寺に指定された。さらに、昭平九年、文那3年10月28日から昭平十四年、延分四年十二月まで、南朝、第二代、小村上天皇の安宮が置かれている。また、昭平十二年、延分二年に、 五代後、五村上両邸の伏進で、南朝最大の高層、画層の門官房広志神が入滅した地でもある。大阪緑の百戦に選定されている。また、日本遺産、中世に出会える町千年にわたり、守られてきた中世文化遺産の宝庫の、厚生文化財の一つでもある。次元では、インドのアショウカオーが投げた八万四千の鉄塔の、うちの一つがこの地に落ちたとする。 奈良時代の天平年間に、聖武天皇の直眼によって行基が開いたとされる。工房大師も修行をしたとされている。平安時代末期に、高野山の僧、阿寒が重すると、小白川上皇と妹の八条院の厚い消えを受けたほか、自称4年には、地元の武士である源の定広から土地を寄進されるなどし、近藤、三影堂などを建立し、再興した。 八条院の帰えを受けたほか、八条院の次女第二局と妹の六条局が阿んの弟子となり、二代続けて隠住となるなどし、女性の三継ができたため、女人、高野と呼ばれて有名となった。鎌倉時代末期には百近い達中があり、五代後醍醐天皇と近しい関係を築き、南北朝時代には関心寺とともに南朝方の一大拠点となった。延元元年、 建武三年十月一日には、五代醐天皇によって、直眼寺とされた。もともと、五代醐天皇は、河内国の新聞州所寺院とは親しく、また武将、楠木正重との関係もあると考えられている。この時の臨時には、高等の長久を祈るべしとあるが、数百通ある、五代醐天皇の臨時の中でこのような文言が書かれた、臨時は他にはない。 昭平九年、文那三年三日二十二日、南朝は、関能の上乱末期に捕獲していた北朝の光厳上皇、光明上皇、項、都高上皇、敗退主事家人新郎を、大和国が名声から当時に移動させると未存因を、その暗ンとした。十月二十八日には、小村上天皇自身も到来し、達中、マニーを暗ンとして、南朝の本拠地に定めた。また、 食堂を成長天の殿とした。この時、五代後、小村上両邸の復讐で、五地蔵を務めた、門官房広島も、また、金剛寺に居住した。この時の金剛寺の学党は、膨大な仏教書を諸者した学僧として名高い、全恵みで、門官に弟子入りし、門弟随一を称している。昌平十年、文那四年には、光明上皇を京都に返し、 昭平十二年、縁文二年二月には、黄金上皇、都皇上皇、自家人親王も京都に返された。昭平十二年、縁文二年十月九日、門官は当時の大門王上院において入滅した。昭平十四年、縁文四年十二月には、小村上天皇の暗宮は、関心寺に移った。翌昭平15年、延文5年、 北朝の畠山国清の攻撃を受けて40、あまりの特注が消失する。さらに、文中2年、王安6年には、和平に反対する、朝慶天皇が安在所としていた当時に、和平派ゆえに北朝に寝返った、楠木正則があえて攻撃を加え、朝慶天皇を当時から覗かせて、しばらくの間占領する事件も起きた。その後は戦火に遭うこともなく、 室町時代の影響を4年頃からは、名手、天野市を販売して、収入源にしたりし、栄昇11年には依然として途中が70から90もあって、威勢を誇った。慶長10年から豊臣秀頼によって、仮覧が整備され、近道、多宝道、食堂、楼門が修理された。また、幸仏堂、薬師堂が再建され、ごま道、宝具像、万ン書院、 珍珠社の水分明神社、ニュー高の明神社、珍珠社拝殿、珍珠社主郎が混流されている。元禄十三年には、江戸幕府将軍、徳川綱吉の命で、岸和田藩主の岡部長隊を武行として、仮覧の修理が再び行われたほか、旧門寺堂、海山堂が混流された。江戸時代末期には307国の寺領があった。しかし、明治時代となって、 廃物希釈のためもあり、達中は減少し、現在では、マニーン、ミゾーイン、キッショーインを残すのみである。とはいえ、主要ガランなどは戦火にかからなかったため、貴重な文化財が数多く残されている。実月、色散水図病部石実月色散水図病部座席、ガランを西から見る。右手奥は多方島、左手奥は近藤。手前は、左から宝具像。 三影堂、五仏堂、その手前は、黄金天皇陵、近藤柄航路腹巻及び膝鎧の内黒、川落とし腹巻腹巻及び膝鎧の内腹巻に、陵、天居、2000年までに、指定の国宝、重要文化財については、国宝、重要文化財大前別館による。2001年以降の新規指定、追加指定等については個別に中央付した。 以下の建造物12件が2017年6月28日付で国の登録有形文化財に登録された。重要文化財、腹巻き及び膝鎧の明細。ありがとうございます。